シャムとヒナの新年はじける TV。 イエーイ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。やってまいりました。イエーイ。35億って言いたいんでしょすいません、新年早々、うん、すごいね。なんかテレビ見ると余計黒い髪の毛が確かに。いやいやいや、始まりましたよ。ね、すいません、黒くなったね。黒くなりました、うん、ってことで、はい、やってまいりました。2018年初はじけろ TV でーす。イエーイ。本当に似てるね、35億やっちまったじゃないですか、うん、私いつも鏡見るたびあの曲が映像通して見るとより一層なんかさ、いつもさ、ほんと鏡見るとさ、あの曲似てるね。あ、似てるね。やばい、やっちまったよ。あ、でもほら、私8月になったら髪、はい、もうちょっと短いから。あ、同じ35億になる。そう、同じ35億になるブルゾンちゃむみとブルゾンひなみが何じゃあひなみちゃむみこれやっちまったよ、ね、やべえ。しかもね、はい、今日はですよ、着物というか浴衣をね着てね。そうね、初ちゃむちゃん、ひなちゃん、こんばんは。平成30年初、イエーイ。ありがとうございます。あのはじけろ TV にですね、はい、年賀状を送ってくださったんです。ちいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですね、無事届きました。はい、はじけろ TV に、はい、ありがとうございます。来ました。いやー、ってことでね、ほんと平成30年ですね。ね、30だね。もう30年だ。いや、だけどさ、平成の年号変わっちゃうんだよね。そうだよ、何になるかね。まだ決まってないよね。まだまだ、うん、なんだろうね。ほら、平成のさ、文字ってさ、名前に組み込まれるパターンあるじゃん。あ、じゃあさ、待って、30年の人ってさ、途中で終わっちゃうんじゃないの？平成30年生まれの人、あれだってなんか、あ、そうそうそうだよ、そうだよ、そうだよ、2月とか3、なんか途中だったよね。そう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 、また何ヶ月パターンってこと？そう、パターンだと思うよ。あー、なるほど、楽しみだね。何になるんだろうね。ねえ、全然思いつかないよ。ほんとや、当たり障りのない感じですもんね。そうだね、なんかね、はい、すごいオープニングトークをしちゃいましたけれども、はいはい、けれども、じゃあ、ね、はい、初めてね、はじけろ TV 見た方にちょっとおさらいということで、はい、どんな番組なのか紹介したいと思います。はい、こちらの番組はですね、はい、高田馬場ジェットロボットというライブハウスがありまして、うん、そちらのライブハウスですね、公開生放送をしております、はい、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。あ、今日そうです。で、このようにですね、今生放送、ライブハウスやってるんですけれども、はい、さっき明けおめという声がね聞こえてように、ね、あの公開生放送を見に来ることができるんです。で、その時の料金はですね、500円プランスワンドリンクの500円で合計1000円で、安い。しかもですね、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。1個前の番組から始まっていまして、はい、その後とその次4番組今日はやるんですけれども、そうですね、その番組全部が見放題ということになっております、うん、そうだよね、そう、4番組、そうそう、うん、ってことになっております、うん、さらにですね、こちら今ただいまユーストリームというね、はい、アプリケーションで放送されておりまして、アプリケーションでね放送されているんですけども、はい、こちらあのログインするとですね、メッセージを書き込むことができます。お、ほらほら、こうやってメッセージ来たら、カエルがいないって。イエーイ、いない。そういない。そうだね、カエル忘れてたね、頭につけるの。今日カエルがいない。客席にカエルが、頭だけカエルつけてもよかったね。つければよかったよ。ほら、カエルの T シャツが、カエルの弾ける T シャツ着てくれる方がいて、ありがとうございます。そうだ、そうだ、忘れてた。カエルはね、つければ、つければよかったね。つければちょっと35億から離れたんだよブルゾンから外れたのに。いや、でもね、そうなんですよ、うん、今回はですね、ちょっと新年幕開けということでね、はい、ちょっと浴衣着物を、着物ね、着物ですかね、これ着物、あ、着物をですね、はい、ちょっと着て登場したんですけどもね、うん、新年らしくね。そう、 ありがとうございます。イエーイ。もうね、2カメさん入りましたからね。すごい、近年2カメさん、近年ジェットロボット、あ、近年ジェットロボットにね、そうそうですね。あ、ほら、あ、美しい。イエーイ、ありがとうございます。美しい、いいですね、はい、いいですね。ってことでね、カエルカラー忘れましたが、今日はですね、はい、お正月スペシャルバージョンということで、うん、この着物を着て、紹介したいと思います、はい、いろいろと。まずこの着物なんですけれども、なんと、うん、ひな吉が時代劇の舞台の稽古で着ている衣装なんですよね。衣装というか普段、まあ、普段着みたいな、稽古着みたいな感じね。ね、すごいよね、やっぱあの
稽古着すげーって林さんから言ってましたけど、でもそうです、去年の終わりにいただいたんですね、うんうん、これ洗える着物っていうので。あーそうなんだ、はい、いやこれ洗える着物なんだ、そっか。んなんだって4番組って、前後の番組ってもう一個誰、早津さん、うちら、ミカ、シーで、あ、なくなっちゃったんだ。あ、すいません、すいません、今知りました。3番組です。3番組じゃ今日は見放題ということでね、うん、はいはい、ひなちゃん、美しいね、美しい、美しい、ふふふ、もう、うが言えないぐらい美しいってなっちゃうわけですよ。ふなんですね、美しいですよ、ひなくち。いやでも、このね、あの衣装を着て、すいません、今日私ちょっと借りさせていただいてるんですけども、はい、このね、格好で盾とかやってるわけでしょ。そうね、これすごい、ね、で、まあ、あの袴履いて、うんうん、これは帯はしないけど、その男帯、こんばん、なにこれ、2人とも綺麗、めでたーいって、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。ちょっと35億入ってますけど、はい、私35億が隣に。いやでもね、すごいね、これでちょっと私も一緒に時代劇に入ったような気分で、うん、じゃあ今日は放送させていただきます。髪の毛をじゃあこうやって上げるんだね、上げるんだね。いや普段私は上げないけど、あでも立ち回りするときはやっぱもうぐっちゃぐちゃになるから上げてるかな。二人とも着付けできるの？はい、できます。いやこれね、よく見ると私はちょっと散々なんで、ちょっとね、まあ、できるに入るのかなって感じですけども、今日はね、今日はね、自分 で、ね、そう、ちゃんと吉頑張って頑張りました、ました。イエーイ。いやでもひな吉に言われたけど、着物は 着れば着るほど着慣れるということで、着慣れてくるから、うん、全然着ないな、夏のなんか、ね、浴衣の時ぐらいだなってことでね、本当に、ね、あ、じゃあ、まあ、でも仕事がないとやっぱ着ないよね、着ない着ない、こんなね、着たいですけど、そんな仕事したいですけども、でも浴衣で寝たいとも思わないね、うん、パジャマ、パジャマで慣れてるでしょ、ちっちゃい頃から、うんうんうん、だからやっぱりパジャマが楽だよね、楽楽、うん、もうむしろ全裸みたいなね。そうだね、全裸ね。そう、大事、はい、ということで ね、今日はあの、はい、やっぱ2018年一発目ということでね、うん、たくさんね、ちょっとお正月っぽいことをしていこうかなと思っております。イエイ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 。あ、またコメントが、ひなさんは何着ても美しいって知ってる。おお、すごい。うわ、ちゃむちゃんなら時代劇に出てサックスを吹く外国人とか演じそう。確かに。どういう、いいですねそれ。あの織田信長が外人を、あ、好きだからね。そう、じゃあそれで出ればちょっと、これを見つけたのであるみたいなね、織田信長に見つけられて、じゃあこんなのもありますよ、織田信長様ってやる役をちょっとぜひやりたいなと思います、うん、はい、どこで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 だよ、はい、ってことでやってまいりました。はじけろと言ったらもうこれですね、酒だるでございますけれども、ひなさんはお正月、チャムさんは7月、チャムさんすまぬ。そうだね、私はちょっと浴衣っぽいってこと、浴衣っぽいってことなのかな。あ、多分でも私髪上げたからね、かもしれない。私はちょっとなんか、ね、あれ座敷わらしっぽいかな、ね、35億にしとこ、うん、35億にしとこっか、うん、ってことでね、はい、じゃじゃん、やってまいりました、はじけろ、はけだる。私の髪の髪挟まれてる、私こんな長く、はい、やってました、1年ぶりに登場しましたけれども、懐かしい、久々の再会、再会ね、毎年ね、お菓子が入ってるじゃないですか、うん、でも今日は違うの？はい、違うんですよ、今日はですね、くじ引きが入っていますんで、ちょっと2人で開けたいと思います。それでは、新年開けましたと言って開けましょう、はい、せーの、新年開けました。おお、割れました、割れました、はい、ってことでくじ引きが入っております。ほんとや、はい、くじ引き入ってる。これはね、またおみくじとは違うんですけど、ちょっとなんか早くて、待って、着物着てるとあえて違う色の髪かぶってきてほしいかも。あ、なるほどね、チャム吉、鏡開き、ひなさん、チャムさん、こんばんは。あー、こんばんは、倉蔵さん、ありがとうございます。鏡開き、イエーイ。そうです、なんか違う髪の色をかぶってる、赤の髪とか合いそうだね、黒いしね、浴衣がね、うん、なるほど、
なるほど、なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、いっそのこと緑とかにしてみたいです、髪の毛。確かにね、変える色ね。ってことで、ちょっと今日、はい、すいません、ちょっと開けましたって開けましたってこと、じゃあ、ひなくち1枚取って。何のくじ引き、怖い。じゃあ、すいませんが、ちょっと1枚取っていただいてもよろしいでしょうか、お客様。お願いします。お願いします。今がね、カメラで目いっぱい、皆さん、カメラで1枚取っていただいてもよろしいでしょうか。カメラで目いっぱいなので、すいません。はい、取ってください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 。それでは一斉の背で数字を発表してください、はい、せーの、はい、2、3、1、5。はい、ってことで、はじけろ TV からお年賀のプレゼントです。イエーイ、やったー。本当にいつもネットからを見てくださるのもそうなんですけどもね、足を運んでいただいてくださることもとても嬉しいと思っておりますので、はい、本当ですね。今年もありがとうございます。ということで、まず5番の方、こちらになります。イエーイ、やったやった。その番号も差し上げます。いらないかな。で、1番だった方、はい、はい、こちらになります。イエーイ。ひなきちは2番。はい、2番の方、イエーイ。重いよ、なんか。ということでね、私は3番なんですけど、これということでね。開けていいの？はい、開けてもいいよ。若干ちょっと違うんだよね、中身が。おっとおっと、2と3は大体に座敷わらしって相手でも座敷わらしでございます。35億って言ってあげて。座敷わらしおーってね。はい、ということでね、お菓子がたくさん、あー、美味しそう、入っておりますんで、人によって違うんだけど、すごいおめでたい感じ。いや、やった、おめでたい。そう、あとね、はじけろ羊羹。あ、そうなんだ。はじけろ羊羹、はい、全然光ってて見えない。あ、これこれ、あ、はい、書いてあるんだね。これはひなきち入ってないからあげるよ。あ、ありがとう。そう、今日ね、ちょっと多めにね。あ、そう、あ、ひなきち結構おめでたいシリーズがいっぱい入ってるやつだ。やったー、はい、おめでたい。でこのようにですね、だってカエルのですね、えとせんべいも入ってます。おめでたいもの。それでこのカエルのですね、手紙が入ってまして、裏にですね、2018年、今年もはじけろ TV よろしくお願いしますって書いてあります。ほんとや、これが入ってますんで、入ってる。ケロ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 ってことで、よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイ。こしあん、ね、こしあん、こしあん、そう、いろいろ入ってるのが若干違うんですよ、番号によって。私いっぱいもらっちゃった。へへへってことで、35億って入ってきたよ。35億、くっそー、こんなはずじゃなかったんだけど。ブルゾン化しちゃった。いいじゃん、ブルゾン。今の人だよ。流行りの髪やっちゃった人でしょ。そうだよ、今の人だよ。ちょっとやっちまったよってことでね。ラッキー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 ってことで、はい、本当にありがとうございます。お年賀を配らせていただきました。座敷わらし、チャムさん、誰かの影響を受けた？最近白塗りの人に会ったとか。あったよ、のんちゃんに会いました、新年。カエルの手紙かわいい。 ありがとうございます。いやね、本当はみんなにあげたいんだけれどもね、どうしてもね、ね、でもさ、届けるもんね。2025年ぐらいになったらさ、もうさ、こうやって投げればその場に行くんじゃない。そう、でも最近そう、どこでもドア欲しいねって言ってたんだけど、でもそれができたら、うん、本当にどこにも行かなくなりそうし、太ると思うよ。あー、うん、確かに。私ただでさえ最近あんまり家に出なくなっちゃったから、すごいブクブク太って、やばい。家から出てないってこと？家から全然出ないし、歩かない。ジムどうしたの？ジムも行くけど、行かない日は本当に家から出ない。100歩も歩かないんじゃない？本当？うん、やばいもん、本当に。なんかツボって、100歩でツボってて。100歩も歩かない。一歩も出ないじゃなくて、100歩も歩かないよ、本当に。なるほどね、家の中だからね。やばいよね、本当に。ちゃんと、はい、本当に気をつけます。ってことで、なんだっけ、次やるの。あ、そっか、恒例のってか、今時間は？ブルゾンちゃん、はい、もうチャムちゃんも可愛いよ、ほら。ありがとうございます。ほらほら、本当ですか？ちょっと本当に、でもなんか、はそう、ブルゾンさんって可愛いと思う、うん、みんなが結構インスタでもさ、若い子たち真似してったりするもんね、うんうん、メイクとか。やっぱ可愛いからなんじゃない？可愛い。なんか個性的だよね、とっても、うんうん。私ね、この髪型でね、縦縞の服は絶対着ちゃダメだなと思ったんだ。なんで？本人になっちゃうから。ああ、そういうことか。なるほどね。てか、ついこの間すごい光って見えないですね。
たる割った気がしたけど、はじけるの何周年かにも割ったっけ。いや1年前じゃない。あ、じゃあそれ多分正月ですね。多分1年に1回しか、 あ違う、なんかの時に、何の時だっけ、あれなんだっけ、なんだろう、わ、なんかはじけるの、でも違う、多分あれくじ引きで使っただけじゃない。あ、割ってはないよね。すごい、トールさん、なんだろう、チャムちゃん、ブルゾーンって、あ、これってことはちょっと私の方がっていうあれなんですかね。チャムちゃんの方がいいよって。ほんとほんと、あ、そっか、あれね、あれね、これ数学の、これね、数学のやつね。なるほどね、ありがとうございます。やばい、ちょっと本当に、でもこれ映像から見ると本当にちょっと笑っちゃうな、この髪型。いや、ほんとにね、ちょっとね、映像で見てね、ブルゾーン、こんなだとは思わなかった。ブルゾンさんがすごい強くなったね、カラーが、ね、強くなったよ。ってことで次のコーナーに行きましょう。はい、ちょっとね、次のコーナーはですね、毎年やっております、はい、これも恒例ですね、はい、今年の漢字一文字を書きたいと思います。イエーイ、イエーイ。ってことでね、じゃあ、 ありがとうございます。いやー、これで3回目だよね。うん、私ちょっと来る前に何を書いたかおさらいしてたんだ。おととし2016年はね、私ね、自分の字だった。自分をなんかもっとどうのこうのみたいな。ひなきちはね、お礼の礼だった。覚えてます？それで去年は覚えてます？志っていう感じ。志で私が超だ、超、うん、ですね。はじけろは何年目くらいなの？はじけろ自体は長いよね。私が3年目だからもっとでね、うん、5年6年とか。そうだね、すごく長いでございます。回答が雑。すごい長い、はい、長いです、はい、5年以上してんじゃないかな。ね、5年以上やる。うちらで3年だもんね。もしかして1年本当にあっという間だったのかな。ね、そうかもね。だからトールさんはすごい充実してるってことですね。そうだよ、1年があっという間っていうのは。でもトールさんとツイッターでやり取りしてたんだけど、うん、年末感ないよねっていう話をしてて、うん、そう、分かるみたいな。本当にね、年末感なかったんです、12月、うん、でもね、まあね、そう、なんかみんながカウントダウンしてるからそうかなみたいな。そうやばい、うん、もう時に残されておりますが、はい、じゃあちょっと漢字一文字を ね、はい、着物をよこさずにいきたいと思うんですけど、はい、じゃんけんで、じゃあ、はい、どっちから書くか。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、負けた。どっちがいい？どっちでもいいよ。オプス、オプス、どっちがいい？じゃあ2回目にしようかな。じゃあ私から書くね、はい、よし。じゃあちょっとずれようかな。じゃっと、なんかさ、前炭をこぼしたっていう1年前、そんな記憶があるんで、うん、怖いちょっと。しかもこれはひなきち先生の洋服だから、これを汚したらもうとんでもねえ。そうですね、とんでもねえ。じゃあマイクを置くので、マイク置いてください。マイク持ってます。あ、置ける。はい。いやー、ちゃむきち今年は何なんだろうね。今年はこれ、え、2年前が何だったんだっけ。自分の字。あ、自らか。そういえばなんか去年、うん、これ目隠ししてお互いの字を書き合って、あれ、どこでもドアも良いけど布団の中に全部あればいいのに。確かに今もう布団から出るのが本当にしんどくて、もう全然、あら、なんだろうこれね。布団の中になんかいっぱいあるといいね。着替えさせてくれるといいよね。変態布団が。なんか着替えさせてくれて、はぁ、ありがとうございます、見つかった。よかった、神だ、神降臨。ね、そう、すごいね、すごい字、あ、分かっちゃった。こぼしてひなさんのガチ説教が見られる。いや、説教はしないですよ、これなんて言ったって、洗える着物なんですよ、なんで。なんですけど、まだこっちもらって一回も着てないんで、チャムキチのやつは。はい、私これ今おととい稽古で着たばっかりで、洗う前に着とこうと思ったんで、こっちは汚してもいいんですけど。
今年の文字は憲法改正できたー。おー、来たね。なんかちっちゃくないこの人。まあこれ後で発表。後で発表ね。後で発表にしようか。ちょっと時間が迫ってきちゃってるからね。じゃあ一緒にした次はチンチンの番ね。どういうこと？はい、ひなちんちんの番。バレちゃう。バレ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 一緒に置いとこう。はい、イエーイ。よっしゃ、よーし。じゃあマイク持ってあげましょうか。お願いします。いや、まさかこれがあの私のこの一曲着てるやつが私が初めて着ちゃったものだとは思わず、はい、申し訳ねえ申し訳ねえ申し訳ねえってことでね、ひな吉は、2016年はお礼の礼、そして去年は志という感じでしたけど、今年は何でしょうね。今年は何でしょうね。さてはて、コメントでございますね、今年の漢字は憲法改正。あ、これさっき読みました。その下もあ、ガチ説教がね見たかったっていう話なんですけども、いやー、おちょっとなんか似てない、うちらの人、勘違いかな。お、これは私わからん、なんだなんだなんだ。お、終わりましたか。ありがとうございます。はい、あれちょっと間違えたかな。あれ大丈夫かな。これひなちゃんの文字は目指せアカデミー賞。おお、嬉しい。アカデミーっていう文字。チャムちゃんの漢字は野生児のの野生児と書いてターザンと読ませる。みんなあれか、予想してるんだね。裸が好きって言ったからじゃん、さっき。ジェンダーがいい。野生人も好きです、はい、そして一番上は、あ、私は目指せアカデミー賞、ね、じゃあ、ね、これ一文字だからね、アカデミー賞とは書けないんですよね。じゃあ一世のせでやろうか、はい、一世のせ、ジャビン、あ、ジャビン、ジャビン、ジャビビン、ボビン。ちょっと字違ったかなって感じ、はい、微妙に。じゃあ、はい、私からいきましょうか、はい、これ、はい、またの部分がちょっとちっちゃくなっちゃったんですけれども、はい、じゃあ、私、極めるっていう字にしました。2018年はですね、はい、極めの年にしたいと思います。極めの年、なんて言うんでしょう、私ちょっといろいろとわらじを履いてて、デザイナーやってサックス吹いてカエルコレクションしてとかいろいろやってますけど、もうちょっと磨きをかけたいなというか、やっぱり一個一個もっとなんて言うんだろう、まあやってなかったわけじゃないんですけど、もっとね深くね磨いていきたい年にしたいなと思います。バン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 ねやるんじゃなくても、ちょっともう一個ね丁寧、一個一つずつね、もっとね、あのカエルグッズコレクターだったらもうちょっと、はい、なんて言うんだろう、何か しようと思いました。極める年にしたいと思います、はい、イエーイ、ありがとうございます。チンチン、チンチンとは富山県の言葉で熱いという意味です。あー、じゃあ早くチンチンになってほしいです。おー、はい、チャムちゃん、南極を目指すのか。南極は目指したいですね。はい、はい、じゃあ次、ひなきち。私は、すうです。すう、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 九州の九ですね。これは、すう、すう、すう、合ってるよね。なんか私、漢字調べ、一応漢字調べて、なんだろう、なんかこれでしょ。ああ、そうだね、なんかちょっと、あれが、羽が分かっ違かった。あ、どう、でも、すうだね。九州ってこうじゃなかったけど、なんか違うよね、合ってるような、違うようなだよね。本当やね、うん、なんかちょっとなんか微妙な感じ、うん、なんだってみんななんか言ってる。うーんと、九州微妙に合ってる、微妙に合ってる。でもちょっとここのあれかな、羽が、ここがさ、分かった、あ、跳ねちゃいけないんだ、ここ書き直すの、書き直そっか。あ、すうって感じがね、はい、跳ねちゃいけないみたいな。これなんで、何が違う、跳ねちゃいけなかった。あー、なるほど。あー、そうだね、跳ねないね、はい、じゃあ、まさかの書き直し、まさかの書き直し。いや、でもひなきちはですね、本当にね、習字うまいよね。うまくないよ。1年ぶりに見ましたが、やっぱうまいですよ。ひなちゃんは女優としていろいろ吸収すると、そうですね、出会う人とか場面とか全てから吸収して学んでいきたいなっていうのと、はい、あ、その手があったか、はい、そして限界を決めずに
登っていけたらなっていう、はい、そんな一年にしたいと思い九州の9にしました。あ、いいですね、はい、なんか、そう、志すってね、うん、いろんなことをこう一つ一つ多分今年は、去年は極めたいみたいなところが、はい、あって、そう、ひなきちゃんあれ極めるっていう字を書いたっけなと思ったけど書いてなかったの、心立つって感じで、そうそうそう、じゃあちょっともう一回ね、吸うという感じをひなきち書きますので、はい、あ、でも確かにいろんな人をねこう見て学ぶってことは大事だよね、こう吸収してシュッてやるんだよね、とりあえず、あ、そう、うん、あーかな、もうなんか分かんなくなってくるよね、漢字ずっと見てると、うん、じゃーん、あー、いい感じじゃない、いい感じじゃない、あ、これならこれならなんか吸い込むやわ、ほんと、確かにシュートセットだね、こいつは、なんかさ、そう、吸収って9だけ書くと分かんなくなる、ね、これね、これね、毎年思うんですけど意外と書いてると分かんなくなるよね、分かんなくなる、いやー、そうって思って書いてきたのに、ね、やっぱり分かんなくなったっていうね、分かんない、この漢字は特に分かんなくなるわ、はい、いやー、ってことで2人の漢字が発表されましたけれども、はい、イエイ、まあね、はい、あれですよね、今年もまあ頑張ろうということで、そうですね、結果ね、はい、まあね、結果ね、はい、いろいろと、まあ、志すものがあってそれに向かっていこうっていうところですよね、はい、そうですね、今年もこんな2人をどうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、イエーイ、イエーイ、ありがとうございました、はい、じゃあこの超危険人物、危険物を避ける、大丈夫か、じゃあちょっと喋ってて、分かった、すいません、ということでね、いや、今年も無事発表できたんですけれどもね、前回の、放送、12月の放送でちょっとやりたかったのにできなかったものをちょっとね、今日はね やりたいなと思うんですけど、ちょっとブログにも書いたんですけども、去年2017年 の、振り返りをちょっとやってみようかなということで、ひなきち先生がまとめてくれたので、サクッとね、去年はどんなことしたかな、そして今年はどんなことになるのかなということでね、ちょっと振り返っていきたいなと思います、はい、去年をサクッと振り返るコーナー、イエーイ、ということで、さあサクッとじゃ あ、なら極めるかなって、極めるって字が違うみたいよ、こっち、え、探求の探、あーでも、それもあるかけど、究極探す、オーナーがですね、ちょっと教えてくれました感じを、はい、どっちもあるんですけど、うん、美咲さんの方は研究の方で、うん、私の方は一つ一つを極めていきたいだから、まあそっちかなっていうところでちょっとその感じにさせていただきました、はい、いろいろありがとうございます、はい、さてはて、はい、では、振り返りたいと思うんですけれども、はい、さっきも言いましたけれども、2017年1月はですね、さっき言った漢字書いて、はい、蝶書いて志を書きました、あ、で目隠しをしてね、そう、相手の目標漢字が書けたら目標に達成できるっていう、 っていう、ね、わけのわからないルールを決めてやったんだね、はい、はい、あ、で、おみくじね、やったんだね、カエルのお守りもね、あ、うん、情報をやってから、そうですね、去年って何があったかな、ね、今ね、去年何があったかな、1月はこんな感じでした、でね、今年もお手製おみくじ作ってきたんで、最後までぜひ見てくださいませ、ね、はい、さて、次2月はバレンタイン企画、はじける特製カレーライスを作ってプレゼント、イエーイ、そうでした、ちょっとコスパのいい回でした ね、とっても美味しい企画でしたね、美味しい企画でした、はい、茶色い何かってずっと言ってて、2月に茶色い何かを皆さんにあげますって言って、うんうん、チョコだと思わせといてカレーだったっていう、ね、でもカレーにチョコを入れてね、ね、コーヒー入れたり納豆入れたりね、トマト缶入れたり、そうだね、牛乳、トマト缶、うん、でも最近カレー作るとき、去年のこの2月の企画を思い出して、うん、いろんなのを入れてますよ、みなきがコーヒー入れたりとか言って、そうね、コーヒーだとコクが出るんで、ね、うん、これは結構ね勉強になりました、で甘いのが好きなチョコとかね、うん、チョコも入れまくってる、リンゴ、蜂蜜をちょっと多めに入れるとかね、
結構さお菓子とか余っちゃうから、うん、チョコとかもね、そうチョコ、板チョコはすごい使えるね、美味、うん、しい、うん、そして3月は、はい、あひなきちがお休みでした。舞台でだっけ。いや私ほらお父さん、あーそう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 だそうだ、すいませんすいません、そうだ、うん、そうでした。お休みで急遽ピンチヒッターでのぞみんが出たんだよね。登場したんだ。そこがわかんない。そうのぞみんはどんな子なのってことで、うん、100問ぐらい質問を考えてきて結局30問ぐらいまでしか答えられなかったんだけど、ゆっくりやりすぎちゃって、そう、あの100問一答みたいなやつが最後まで質問だけだったの、質問攻めだった気がする、そうって感じでしたね。なるほど。続いて4月、森さんゲストお絵かき大会、あーチャムダンナの似顔絵を書いてくださいって会場から言われて書いたんだね、うん、でリクエスト、恋のぼり、あ、はいはい、リアルなカエルとオタマジャクシ、クジラ、招き猫、あ、ひなわ銃だって、そう刀に負けないひなわ銃、ジェットのマスターの似顔絵、あー書きましたね。そう書いた。ひなきちが画伯だからねやばかった ねこれは思い出しますわ映像が。去年トールさんに正体がバレた、あなるほど正体が正体がバレたってよくバレましたね、すごい、トールさん嗅覚がすごいあ、であと森さんの図形問題もあったんだね。あった、森さん、ね、最初に丸とか三角とか決まってて それからイラストを描くっていう問題だったんだけども、うん、これも面白かったよね。私もなんかすごいリスとか書いててね、うん、あこれは面白かったね。そして次は27時間テレビの振り返り、5月ですね、うん、そっか、そうだ今年から、あ去年からジェットロボットで27時間テレビっていうのが始まって、もうねすごい、すごかったね、みんな徹夜で、あれなんかゲームなんだっけ、ゲームクリアだよね、あードラクエ、ドラクエクリア、ドラクエか、うん、今年は、うん、あ27時間の構想もう考えてるよってことで、あ私たち、あ C とか C だって、なんかまたなんか27時間テレビなんかいろいろ考えてるみたいですよ5月。怖いよ、もう考えてるんですね。でもね、で私たちひどい飲み物飲ませてたからね。そうだね博士たちがね、うん、あともう結構私もなんか変なこと言いまくっちゃったから大丈夫かな5月ってことでしたけども、チャムさんの性格だと極める、うん、極みの方が似合いそうですね、なんとかの極み、最後に乙女がつくと例えとして間違い感あ、ありがとうございます、ね、なんとかの極み ね、 そうですね、そうね、結構あのバンド好き、うん、さあ、で、はい、そうだ27時間テレビ振り返りでしょ、チャムセッション振り返 り、うん、振り返り、私の舞台振り返 り、あ、で、ウキウキさんとニャロリが登場しまして、ね、粘土で、あの生命の息吹をここにつけられてたねひなきちウキウキさんに、ひなきちゃんニャロリがね、ね、そうで、みんなが、ね、そう、ウキウキさん怒られてたよ ね、はい、怒られたね、もうやめなさいそんなことさせないでっつってニニチアダックスフンド、ね、ハリネズミイルカを作りました。27時間のメイン MC は弾けろ、いやそんなわけないですよ、そしたらすごいね2日目もボロボロになってそう壊れてそうだよね、ボケの皮が剥がれてそう、チャムキチの言うあのちょっとねあのエロいトークに乗っかっちゃいそうだよね乗っからないようにしてるのにね、はい、乗っかっちゃうかもね2日目にはね、間違えてね、うん、じゃあ6月です、はい、6月は舞台ライブ振り返 り、この辺はやってたんですね我々、うん、でまた、あ、ウキウキさんよりからの手紙が届く、届いて、あなんかどっかで修行してきてね、ニューヨークでなんかあの、まあ、そう修行して色をつけてきたんね、そうだね、色をつけてみんなに渡したんだね、そうそう、お題をくれた人に、うん、で、ガマランドカエル祭りで買ったものを紹介した、あーはいはいはい、ね、カエルグッズをね、また紹介してたんですねこの人は、そうで、カエル人形焼き配ってね、食べた、美味しかったね、あれね、私さ、この時買ったカエルグッズのこういうさあの、ガマランドとか買ったまんじゅうあるじゃん、そうだよね、確かまんじゅうとかだよね、うん、を全部冷蔵庫に入れて気づいたらカッチカチになってて、食べなかった、いやなんかね、もったいないから食べれない気もあるんですよ、あのパッケージとか可愛くて、そしたらもう瀬戸物になっちゃった、もったいない、うん、もったいないね、やっちまったよ。美咲さんはリアルでもディレクターというか環境をまとめてくれました、
おーすごいかっこいい美咲さん、うん、すごいですね、ありがとうございます。美咲さんだってずっとコメントしてくれてるもんな。27時間 MC 弾けるんだとリスナーは持たない。確かに持たない、そうちょっとでいいんですよ、ね、私たちは27時間の5分ぐらいで。そうね、私たちっていうか私がだな、ひなきちは MC でもいいんじゃない。いや27時間ずっとゲームやってては、ゲームなんかやったことない。本当テレビゲームやったことあるけど、うん、はまんなかった。そんなにそうひなきちなんかやってなさそうなイメージだよね、うん、そんなにやってやったことないから。そっか、ウィースポーツはハマったけどね。あ、シャッパンパンで、なんか家の中でスノボーできたりとか、はいはいはい、最近のやつじゃんそれ。そう、あのボードファミコンとかはやんなかった。スーパーファミコンとか、ファミコン、スーパーファミコン、あ、ギネスに挑戦しろよって言われた、うちのお兄ちゃんがスーパーファミコンやってたけど、わかんない、ギネスやんなかったんだ。バイオハザードとかでしょ。あ、バイオハザードなんだっけ。いやどっちかっていうと任天堂とかじゃない、あの時代は。スクエアとか、なんだ、わかんないな。あ、マリオとかさ。あ、マリオね、うん、マリオ今どっかスマホでできるんでしょ。あ、そうなの、うん、あ、スマホで、あーでね、そう、 そうそう、あの時代のアプリ、そうそう、落として、そう、新しくね、へー、ね、ってことで、そうだね、6月はそんなだったね、うん、で、7月はですね、これ目隠して正解を当てよう。あー、あれだね、そう、ポテト、ポテチ、マシュマロ、はい、ひねり揚げ、ミルクチョコレート、はい、グレープ味のグミ、うん、かりんとう、ポカリスエット、はい、これ全部聞き当てでね、やったやつだ。茶むきちが全然当たんなかったね、一個分かんなかったやつや。いなくち結構当たってたよね、ジョイジョイで、お客さんの分も用意してね、あれ、ね、準備が大変だったね。大変だった。最後さ、あのアマミーさんがさ、ポカリスエット飲ましてくれてさ、あ、そうそう、やってもらってね、そうそう、やったよね、そう、で、結局、あれ、それ最後当て当てなかったのか。当てたっけ、忘れちゃった。なんかズルしてたんだよね。なんかそれだけ覚えてる。みんな2だって、2ってそうだ、懐かしい、やってたね。あ、ね、これでもみんなにやってほしいって言って言われたね、またね、また今年もじゃあどっかの回でできたらやりたいと思います、ね、目隠しで当てようは難しかった、難しかった、難しかったよ。なんでだろうね、なんで目隠しすると味が分かんなくなるんだろう ね、不思議。てか全部似てた、似てる。まあね、だから食感が違うものだったりするから。だってマシュマロとかもさ、どうでもいいじゃん。ただもうグミはさ、形がさ、分かりやすいから、 あれはもうね、グレープ味をいっぱい探したけど、う、うんうん、分かったけど、やっぱちょっとね、納豆やってみたいなと思ってんだよね、個人的に。納豆、最近スーパーで納豆がさ、ね、信じられないぐらい種類あって、だいたい同じぐらいになるんで、あとなんか大きさが違うか、うん、あ、そうそう、大きさはでも統一して、あれだよね、汁が違うんだよね、あの、そう、かけるタレがね、タレが、そう、卵、そう、卵とかかけご飯のタレみたいなのが入ってたり、味ぽんだったりとか、うん、なんかね、それでバレちゃうか、ね、じゃあさ、あの、かけないで当ててみる。いや、絶対わかんないよ。美味しくない。それどこのメーカーのって決めんでしょ。うわー、難しい、難しいね。てか味ね、わかるかな。でも、うん、同じ。そうズルしたのは博士じゃなかった、ちゃむちゃんはそんなことしないよ。あ、そっか、そうだね。あれ、でもこの時博士、博士だった。そうなんだ、あいつらさ、味を証明する。そっかそっか、そうだ、忘れてた。すごい美咲さん、すごい美咲さん。ディレクターだわ。味をさ、証明するとかいう回だったんだ、あれ。すごい。さすが美咲さん、やばいね。うちらより覚えてる。知ってる。ね、はい。はい、で、8月なんですけども。はじけろ T シャツが完成しました。うん、アンケートの結果発表。ね、どっちも、うん、あの、売りますってことが決まったんだね。で、ゲストがチャムセッションから、高橋名人とカネピョン。ピアノのカネピョン。で、虹の向こう側と青空の下で演奏したんだね。ああ、懐かしいですね。ね、ね、そうだそうだ、そう、初演奏だ。そっからね、めっちゃ仲良くなっちゃってね。なんでか仲良くなっちゃってね。すごい仲良くなっちゃってね。そうなんですよ。そうなんだよ、面白い二人だから、あの二人は特に。
本当に面白い。変だよね。なかなか出会えないよね。なかなかああいうカネピョンが特に変だよね。そうでもちょっと見てるかもしれないから言わない方がいいよ。そうだ。なんか最近見てる。はじけろTVをちゃんと見てくれてるんだよ。カネピョンは毎回。最近なんかね報告来るもんね。そうだ。会社の人と一緒に見たよ。そうだ。ごめんカネピョンごめん。いい意味で。そう、本当にね、いい意味でね。面白いってことだから。なんか私もライブ行くたびにもうカネピョンの動きがもう面白すぎて。もう目につく目につく一番なんかねライブでねカネピョンにねいきなり MC 振っちゃったのなんか喋りたいことありますかって言ったらじゃあ今日のラインナップで何曲目がすごく5曲目がおすすめですみたいなことを言ってみんな5曲目を期待させといてその時のカネピョンでそうだってもうムーさんとか、うんなんだよそんなプレッシャー与えないよとか俺の作った曲じゃんみたいな感じで言って、おーやっと来たと思ったらカネピョンのおすすめ曲来たと思った時の弾き方弾き方がなんかこんなえ好きなの本当に好きなのみたいなあのいい意味で力が全く入ってない演奏なんですよねピアノ、ね、すごくうまいだから思わずね力の抜き加減が半端ないそこのもはーみたいな、ね、あの抜き加減が ねすごいよね好きな曲の対する演奏の姿勢かみたいな感じで思わず私動画撮ってね、打ち上げで爆笑してみんなでいやリスペクトですよとか言ったけどね面白かったわいや持ってんなと思う持ってる彼は持ってるよ本当にそして、ね、高橋名人もすごいけど ね高橋名人もいつも面白い納豆の味を当てるなら大粒のものだと分かりやすいかもなるほど確かに量が多いからね T シャツ企画があったのを忘れていたもらったのにあ、そうなんですねあ、買ったのにありがとうございますありがとうございますあ、T シャツ企画大丈夫サムセッションでひなさんの着物姿での舞とコラボを見て嘘いやそれはちょっとあ、じゃあムーコに言っとくわ本気で考えちゃいそうちょっとね、一人はきついよねそうあ、いいんじゃないですか、うん、ね私も楽しみそれちょっとでも日舞の曲とはほど遠いよねほど遠いですねジャズだしねだまだ盾とかの方がね剣舞の方が入りやすいよ、うん、入りやすいね、うん、確かにじゃあ何かコラボできたらねやりましょうか、はい、じゃあ9月、9月チャムーライブ振り返り ありがとうございます振り返りさせていただきましたそしてね弾丸で愛媛に2人で行ってきたんでね、うん、すごい迷ったねバスに置いてかれたりそうやばかった ね, いろいろねすごい旅行だった無事帰れてね無事帰れてよかったよ私はね最後帰ってきた瞬間にね空港のそうだトイレでトイレであの手を乾かすところじゃない手乾かすところだと思って手洗って手入れてたらベビーチェアだったっていうこれ出てこないならないなんでか出てこないむしろびちゃびちゃな手をそこに置くなでもチャムキチは一番端っこ右端にいて私左端にいてそうそうそう右端は乾かすところなのになんで左端はないのみたいなベビーチェアだったそうあそこにベビーチェアあるのレアだよね、ね、うん、本当だよねだってトイレの中じゃんいつももう疲れ切ってるからね二人もねもう最後まで笑いっぱなしで、ね、本当にすごいね、こんな弾丸旅行はもうしないけど、なかなかないけど今年もまたどっか行けたらいいね、そうね、うん、そして次ははいはじけろTシャツできたできた、 あできたってことでね、うん、着てきたさらにまたあの二人が登場したんだウキウキさんとニャロリでモールアウト10月だからハロウィンなので、パンプキンとクモを作った、ね、そうだ、うん、でミカシがすごいうまかったんだよそう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 クモがなんかねああいうのってやっぱセンスが出るよねウキウキさんはあの大失敗してましたけどね、うん、さあそして11月なんですけどね愛媛のバス事件面白かったねやばかったあれは本当に置いてきぼりですからねでお願いします交渉したんだよねします私たちずっと待ってたんです入れてくれてよかったあれ、ね、多分入ってなかったらマジで空港の飛行機はね遅れてたもう乗れてなかったね、うん、よかった危ない怖いワッキーさんに怒られてたから全くもう2人はっつって帰れたそう連絡してで、はい、11月かウキウキさんあ11月神林さんゲストはいこれかであれだね似顔絵描いたり神林さん似顔絵描いたりしてで番組対抗歌合戦でねそうこの3人で出るよってことでやりました ね、うんうん、さあ ねもうすごかったねで12月は、
番組対抗歌合戦を経て、まあ、ひげ具合がダメだったっていう反省ね溶けちゃってた。そうそう、あれはちょっと油性ペンで書いた方が良かったっていう。で噂のさっきのチャムセッションの2人もなぜか参加してくれてね、はい、ありがたいことに。はい、そうですね。そう、演奏はね、うん、そう、演奏しっかりしましたけども、ひげ感がダメだった、ね、ひげ感がダメ。あのやっぱマスク取ったらマスクに一緒についてたっていうね。そうそうそう、ちょっと持ってかれちゃっててね。そう、愛媛ワッキーちゃんは今年も帰ってこない感じ。いや、どうなんですかね。そうそうだった、っあのね、見た、またね、あの決まったそうなんで。おー、すごいよね、ワッキーすごーい、ね、だからまた見に行けたらいいね、うん、ね。あ、でもどうだ、私のほら、あのゆかちゃんで一緒いたじゃん、うん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 、あの子が帰ってきてるのかな、どうなんだろう。そうかもね、まだでもやってんじゃん、坊ちゃん、うん、あのあれの演目はね、行けたら行きたいです ね、行けたら行きたいね、ま、たもう迷わないよ、うん、もう多分、ね、もうちょっとゆっくり行くか。そうですね余裕持って行きたいね温泉とか入れるくらいですね。ってことで12月か次、はい、12月はそう、クリスマスリース作りと、はい、リース作りと、フランスの話。あ、そうだ、カエルのね、うん、フランスのカエルを振り返りました。そうね、カエル、山盛りカエル、そう、山盛りカエル、そんな感じでね。そう、あ、結構カエルグッズをね紹介してきたの1年でもあったな、うん、うん、はい、ということでそんな感じの1年でした、はい、さっきあの私極めるって感じ書いたじゃないですか、うん、でカエルグッズの1個の試みとしては今インスタグラムを新しく始めまして、カエルグッズしか1日1回カエルグッズを紹介するっていうインスタグラムを始めましたんで。なるほど。こちらはあのフォローしないと見れないようになってますので、よかったらぜひフォローお願いします。イエーイ。私でも今年は、はい、あれですよ、御朱印帳をなるべく埋めていきたいなと思って。あー、それもいいね。何件でいいのかな、うんうんうん、行ったんだけど、あ、忘れちゃった、ね、忘れてた、何件か行ったけど、行ったんだけどやっぱさ、うん、持ち歩いててもあそこって6時はもうやってくれないじゃん。なんか3時とか6時やってくる場合によるかもね。そう、あれだよ、時間で、ね、私のあれだと、うん、それが適用されるか分かんないけど、お守り売ってるところあるじゃん、うん、そこで御朱印帳いただき書いていただけますかってあの巫女さんとかに言うと、うん、結構対応してくれたりする。あ、そうなんだ、うん、なんかその神社によって大体3時で終わっちゃいますとか書いてあるから、たまに、ね、でも書いてくれたりする、本当に。そうなんだね、うんうんうん、難しいよね、だでもそれでも5時とかじゃ、うん、でもお守り売ってるコーナーがやってたら大抵受け付けてくれる。6時以降ってやってる？お土産が閉まったらやってない。そうだよね、うん、なんか神社とか6時以降やってるイメージが、もう閉まってたらダメだね、うん、ない気がする。私はぼちぼち集めております。お、やっぱね、神社行くの好きねみたいで、そう、ね、そう、埋めようと思ってて、もし忘れたら持ってなくても紙切れ1ページ分だけくださるから、それを帰ってノリで貼ればいいから、それもできるよ。そう、ぜひじゃあ ね、そういう巡る旅を行って放送っていうのも面白い。あ、それいいね、それ楽しそうだね、もらったもの、うん、うん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 、あ、それ楽しそう、ね、ってことでね、はい、はい、みんな、いろいろと社務所が開いてないと、あ、そうな、やっぱ、だからそういうことだよね。あのね、なんて言うんだろう、神主さんが書いてくれるバージョンと、ハンコで1個で終わるっていうところもあるのよ。あ、そうなんだ。そう、だからそういう場合は簡単かもしれない。ハンコの場合はやってる可能性があるってことか。そう、巫女さんとかが、はい、できましたってやってくれる可能性がある。場所によってはもうその人じゃないと筆で書けないみたいなところは、うん、あ、今いないんですいませんってなるところもあるかな。なんかそんな感じだった。なるほど、うん、ってことで、はい、ちょっと時間がね、いっぱいいっぱいになってきたんで、はい、ほんとだ。じゃあ、はい、次のコーナーに行ってみましょう。イエイ。2018年、さあ、あれですよ、やってまいりました、カエルはじけろおみくじのコーナーでございます。イエーイ、イエーイ、あーあーあー、よーしよーし、この中にはじけろおみくじを入れましたので、今年初なんだけど、おみくじ会場、あ、ひな吉から取る？いや、いい、みんなが会場のお客様、うん、よかったら取ってください。おみくじでございます。イエーイ、どうぞどうぞ、ほほいほほい、今年バージョンです、今年バージョンです、はい、あ、アマミー氏も取る？どうぞ今年バージョンです、イエーイ、みんな、じゃあちょっとみんな一斉乗せて開けましょう、はい、
どうぞ。キャー、はい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 、じゃあ、いきますよ。いっせーのーせ、でーん、あ、わかった、末吉、あ、言っちゃった、あ、ひなきち、末吉、私、中吉でした。大吉とかじゃなかったです。いや、でも中吉が一番いいんじゃないの、なんか、あ、吉がいいとか言うよね、よくね。じゃあ、末吉の人から、じゃあ、ひなきち、末吉だよね。はい、お願いします。チャム先生より一言。今年のあなたは、上半期は仕事や人間関係で少し嫌なことが起こりそうですが、おっと、下半期は運気が上がり、すべてのトラブルが解決します。上半期は特に玄関の掃除をしっかりすれば上半期を乗り越えられます。イエーイ。上半期、上半期だ、上半期、上半期ね、下半期、上半期、はい、はい、ってことで玄関の掃除を、玄関の掃除、ね、頑張ってください。頑張ります。じゃあ、ひな先生よりアドバイスはどうでした？ラッキーカラー、オレンジ。オレンジ。ラッキースポット、小野小崎神社、うん、東京都、うん、先人の知恵を得て生き残る力を得る、だそうですね。やった。ラッキーフード、リンゴ。あ、リンゴ毎日食べてる。あ、じゃあ続いて私、中吉ですが、はい、中吉です。あ、チャム先生より一言。中吉です。2位です。今年は健康面が非常にいいでしょう。やった。そのおかげで仕事運も同じくいいです。これ面白い。これさ、自分で書いて自分でやったって言って自作自演でちょっと悲しくなってきました。待て、これ本当、これ面白いね。また身の回りの整頓をお部屋の掃除をこまめにすることで金運もアップします。よし、頑張ってください。よし、頑張ります。自分で言ってます。で、ひな先生よりは、チャムさん、私のもうおみくじ引いて。わかりました。ちょっと待ってくださいね。左奥の方ってことです。わかりました。じゃあ、ひな先生のアドバイス。ラッキーカラーベージュ、はい、ラッキースポット照明め、照明前神社かな、広島県。行かないな。新たな自分への決意をするのに吉。ラッキーフードチョコミントってことで、さあ、会場の皆さんもね、いろいろ引いてくださったんですけども、じゃあ、はい、ネットの、あ、これバケツ取っちゃった、はい、ネットのおみくじをぜひひな先生に引いていただこうと思います。左奥って言われてますね。はい、じゃあこれでいう左側でいいのかな。こっちの、じゃあ左奥、ネット票を、はい、まだね、取りました。これで、あー、これどうなるかな。だって今日が出てないですよ。なんだった、天海さん。あー、天海さん大吉だった、すごい。じゃあネット票は、でで ん, で, でんでねねねね、ネットは、ネットは、ネットの皆さんは今日すいません、左を取っちゃって、あー、ごめんなさい、そんなそんな、あらら、あ、ちょっと、すいません、ちょっと、チャム先生読んで、チャム先生の一言です。ガビーン、今日です。お酒の失敗、暴飲暴食には十分注意してください。健康面も少し心配ですので、手洗いうがいは徹底しましょう。ランニングを始めると運気が上がる傾向がありますってことで、ランニング今日ですが、皆さん、ね、手洗いうがいとランニングをぜひ頑張って、はい、暴飲暴食、お酒の失敗、気をつけてください、はい、で、好きな先生よりアドバイス。ラッキーカラー、ピンク、シルバー、そうです。あ、2色ありますよ。で、ラッキースポットは皇居および周辺エリアですって。これ、あ、やっぱランニングエリアだね。あ、やっぱね、すごい繋がったじゃん。運をつかむ力得られるそうです。ランニングエリアなんで、水崎さん逃げるって。ラッキーフード、シーフードということで、はい、皇居周りをランニングしたら 、はい、運をつけられるってことね。大丈夫ですよ、皆さん。今日でした。安心してください。あ、ちいさん、北海道だから難しいけれども、まあ、あの、手洗い以外は徹底しましょう。ということでね、2人からのメッセージを読みたいと思います、はい、2018年とっくに明けました、はい、ケロケロ。今年もはじケロ TV を会場からご覧していただきありがとうございます、はい、そしてネットの皆さんもありがとうございます、皆様のおかげが私たちの何よりの活動の源です。今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。皆さんにとって素敵な1年になりますように、ということで、大事な米印、左奥、私の所存。皇居とは恐れ多い、恐れ多い、ネット視聴者には遠いな、遠いな、確かに。皇居とは恐れ多い、ほら、うん、気をつけるって。で、おみくじの内容は信じるか信じないか、はい、あなた次第です、ということでね、はい、あの、最後にね、1個余ってるんですけど、多
分私が勝手にあのおみくじ作ったんですけど、これ大吉です。イエーイ。大吉か今日をっていう時に、ひな吉は今日を引いちゃったんですね。いや、左奥的にそうだね、左奥っていうリクエストもありましたしね、はい大丈夫、ネットのみんなで今日分け合えば小さく、そうです。あー、そうですね。いや、でもいいところから始まるよりやっぱりね、そう、こう低いとこから行くと、もう12月にはもう自分でいろいろ気をつけられるからね、うん、あとあの、多分宝くじを買うといいんだと思います。いや、でも結構、ね、今日多いよ。今日多い？今日とか、あ、よく引くタイプ、うん、今日引くとすごいショックじゃない？そんな神社とかで。うーん、私はね、うん、おみくじね、あ、浅草寺は今日しかないっていう、うん、あ、そう、浅草寺でやったん だ。で、だからその枝につけて帰ってきた。あ、そうなんだ。いや、でもなんかそんなにショックる、あ、っていう か、 なんかそこまですごいショックなこと書いてないね。あー、あー、そうなったんだ。へえ。いや、でもね、あんまりね、はい、うん、8割今日なんだって。8割今日だって。ひでえな。そりゃ今日もらうわ。あー、これで、その今日は枝に縛ってくれないのって。あー、じゃ あのジェットロボットに縛っときますあのコンセントとかに縛ってきますね。そうですねあの辺にありますからね。はいはい、はい、おのて、はい、あ、さっきひなきち小野寺神社、小野寺、小野寺、小野省じゃないじゃん、小野寺崎神社。あ、なるほど、小野寺崎神社っていうのが、トラさんが仕事を欲しいっていう願掛けが、ああ、男は強化できたっていう。行ってきます。あ、東京都だからね。ね、あ、いいじゃないですか、これね。 ちなみに、あの、イリア谷？リアにあるのか。オッケー、上の方かな。で、あの、このね、ひな吉のアドバイスっていうのはネットでね、そうです、ちゃんと、ちゃんと今年のやつを、本当のやつなんで、はい、あの、ぜひね、チャム先生に送って、はい、嘘じゃないんで、本当なんで、これは本当です私の言葉は本当です手洗いうがいを徹底してください。はい、はい、皇居が良いということは、東京に来たらチャムちゃんとひなちゃんに会いに行けということかな。あー、さすが、嬉しいこと言いますね私たちは皇居の人と同じなんて嬉しいございますよ ね、はい、いや、本当にね、今年1年も本当にね、まあ、あの、はい、このおみくじもありましたけれども ね、これ楽しいね、1年になればいいと思っております。御朱印帳を書いて、はい、そうですよ、ということでね、はい、本当に今年1年じゃもう楽しんじゃいましょう。はい、はい、ということで、はい、最後の最後は、告知のコーナーでございます。時間大丈夫、ほら、美咲ディレクターが心配します。来た来た、はい、大丈夫です。よし、はい、じゃあチャム告知からいきます、はい、イエーイ。私、チャムなんですけども、はい、チャムセッションのサイトがやっと整いました、はい、ぜひ見に来てください。ブログに書きます。イエーイ。あとですね、チャムセッションライブが実はまだオフレコ、オフレコ、オフレコなんですけれども、4月あたりに決まるかもなんで、よかったら楽しみにしててください。イエーイ。そしてですね、キンキンなんですけれども、2月2日にカンパエスさんが、はい、あのセカンドアルバムを出すんですね、はい、そのライブここで弾けるじゃないや、ジェットロボットでやるんですけども、その時私ちゃびっと1曲ね出ちゃいますんで、さらにですね、今回のカンパエスさんのセカンドアルバムも私がデザインしました。今まだ作り途中なんですけども、ポスターをね、かなり写真がくっそいいので、くっそいい、めっさいいので、はい、鬼いいので、ぜひねチェックしてくださいませ、うん、よろしくお願いします。そしてひなきち、はい、来月なんですけど、2月22日から27日まで忍びの定めという舞台に出ます。イエーイ、はい、イエーイ、盾やります。盾、はい、すごい見たい。今回は死ぬか生きるかどっちでしょう。死ぬか生きるか、はい、うおー、ね、生き残ってればいいんですけど。日にちはいつでしたっけ。22日から27日で、はい、シアター風刺家電のとこでやります、うんうんうん、お、はい、のでぜひお時間ある方は見に来てください。イエー、見に行くよ、はい、見に行くよ。そしてですね、私3月の後半に初の朗読劇に出させていただきます。あ、そうなの。はい、そちらもまだちょっと日程が分かんないんですけど、後半にあるとのことでやらせていただきます。いいですね、いいですね、はい、そうですね、3月、5月も後半に舞台が、あら、カモさんの舞台が、あ、はい、あるんで、あれも私ちょっとポスターをね、吹きますよ。ひなさんに左を
左奥引けって言われた後念を押された。あ、私ですか。ってすごい声出ちゃった。猫の日からスタートのひなちゃんのお芝居、あ、ににゃんにゃんにゃん、なるほど、なるほど、にににににゃんにゃんにゃん、覚えやすい、覚えやすい、覚えやすい、すごいね。そうよね、じゃあそれで宣伝しよう、にゃんにゃんにゃんの日です、覚えやすい、うん、楽しみにしております。朗読劇どこなんでしょうね。まだ決まってないんだ。まだちょっと私はっきり、もう稽古ももう盛りだくさんだね今年。そうです、でもなんか稽古5、6回ぐらいしかないみたいで、うん、朗読だしね、うん、へえ。なんで日程がた3月の後半23、4、5とかそんな感じってぐらいまでしかわかんないんですよね。あ、ぜひね、うん、見に来てくださいませ。それなんかあれみたいです、なんだっけ、現代落語。あ、おー楽しそう。私最近落語面白いなと思って見てるんだよね、はい、現代落語の朗読劇で、へー、うん、なんでそれはちょっと去年お世話になった映画監督さんが演出で朗読劇をやるってことで呼んでいただいて、はい、すごいね、楽しみだわ。そうなんね、ちょっと楽しみです。へー、うん、ってことでね、はい、今年もこの2人弾けてまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ってことでね、はい、結構時間がいい感じになってきましたの で、ね、最後のタイトルコールいきたいと思います。はい、チャムとひなの弾けろ TV でした。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。